はい、皆さんこんにちは。先日もですね、こちらの水素製品が結構芸能界の方に広がっているということでご紹介させていただいたんですけれども、今回もですね、またその芸能人の方がちょっと紹介されているのを発見したので、こちらの動画でお伝えしたいかなと思ってます。その芸能人の方というのは山田まりやさんなんですけれども、彼女はですね、息子さんと動画の方を YouTube の方に上げてまして、そちらで、まあ、発見したのでちょっとお伝えしたいかなと思いました。こちらですね、動画上げているのが、まあ、これ山田まりやさんのその YouTube なんですけれども、こちらの方でですね、ちょっと紹介されていたんですけれども、こんな感じでね、動画紹介されてます。これね、実際にそのヨガをやりながら水素を使われているということで、こんな感じでですね、水素ガス吸入をしながらヨガをされてました。まあこんな感じで結構ね、芸能界の方にもどんどん広がってきているんで、まあそれで、ただこれ、まあ、水素風呂リタライフなんですけれども、お風呂に、ね、入ったり、あとは足湯、お風呂に入れない方も足湯でその水素を吸収することもできますし、あとこの水素ガス生成器リタイアの方はやっぱりそのままカニューレで鼻からとか口から、もしくはマウスピース型のもあるので、そちらの方で水素ガスをそのまま直接ですね吸入することもできますし、あとミストパーツっていうのがあるんで、それでまあ水素ミストをですね、実際にこう肌に当てながら、顔とかあと体でもいいですし、当てながらその美容パックとかされている方もまあたくさんいます。それでですね、ただそれをこう吸ったり浴びたりするだけではなくて、こちらの方ですね、この水素ガス生成器リタイアなんですけど、先ほどのね、これ山田まりやさんの方の動画でですね、ヨガをしながらされてたりも、ね、このような感じで、まあ、そうやってその使ってる方もいますし、あとはですね、整骨院とか整体さんの方でこの水素吸入をしながら整体を受けると、また効果がすごくプラスアルファでいいというようなお声も聞いてますね、なので、いろんなその使い方があるのかもしれないですね。まあ例えばそのトレーニング、ウェイトトレーニングをしながら水素を取り込んだりとか、あとはまあこれ人間だけじゃなくて、結構このリタライフ水素風呂にしても、水素ガス吸入のこのリタイアンにしても、最近ではね、ペットのまあワンちゃんとか猫ちゃんとか、まあそういったペットにも活用している人も増えているので、ぜひね、興味のある人は試してみたら良いかと思います。まあ、山田まりやさんの動画は下の概要欄の方にリンクも貼っておきますし、まあ、こちら気になる方はですね、まあ、概要欄の方からちょっと詳細をね確認して見ていただければなと思います。それでは今回はその芸能人の山田まりやさんがですね、YouTube の方で動画を、まあ、水素とヨガみたいな感じで
あの動画アップされてたのでご紹介させていただきました。まあ、ぜひそちら確認していただければなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。